야바야 기동네 수영을 시작했다는지 뜨거운 1도 13도가 넘어갔다 14도 14도 上がってました。ここはね、皆さんね、分かってる人は分かると思うんですけども、2月、3月、その辺はね、だいぶ厳しい時期になってまして、2月3月で29匹の状況でした。渋い時は渋いですよね。この状況下と、ほぼ真逆ですかね。 16センチぐらい、こんなに釣れなさそうな日に来てくれました。ただこちら約1時間以上、何の音さかたもなく時間が過ぎていましたけど、やっと来ました。あと1匹連れてくれるとね、やる気が出てきますね。 ここのところずっとちっちゃい当たりが続いてたんですけど、その前の加速もこの時ね、かなりいい当たりでした。あれちょっとこの穴深いなっていうところはね、やっぱね当たりが出やすいですね。チャンスタイム終わっちゃいましたね。いつも短いですね。 日焼け止めを塗ってきました。このままだとね、こっち側からね太陽が来てるから、右側だけ焼けるっていうことになりそうなんで、日焼け止めをたっぷり塗ってきました。若干釣れそうな雰囲気になってきた気もしないでもないですけど。 出てきましたね。
またもや銀砲ですかね。
パタパタ浮きっぽってことですか？餌ないパターンもしかして。あ、まさか。それがね、その去年感じた銀歩のあたりと似てたんでね、てっきり銀歩だと思ったんですよね。で、今のあたりも当たりがあって餌なくなって、で餌変えて、でもう一回入れたらまた当たってっていうのを 2,3 回繰り返して、でゲットかかったっていうのが、カサゴでした。皆さんもご存じの通り、往生際があるということで、もう少しだけ、もう少しだけあります。釣り人なら分かってもらえますよね。全く釣れなかったらね、もう特にやめてますね。さすがにね、4匹目を釣ると、5匹目釣りたくなっちゃうんですよね。熊主はね、ちょっとね、ちょっと出始めましたね。いますね、ちっちゃいのは。じゃあ、今日はこのぐらいしますかね。はい、ということで、久々の4匹、出ました。なんと、カサゴが2匹、ワラサ1匹、キンポが2匹と、ということで、4匹でした。まあ、当たりもそこそこあって、気温も暖かくて、まあ、非常に満足度の高い、7匹でした。じゃあ、今日はこの辺で。